ハグはいいじゃない。え？ハグは。嫌だよ。だってアメリカとかではさ、ハグはさ、友達とかでもするじゃん。日本だもん。え？いや、ここはアメリカだと思ってさ。嫌だよ。今この空間はアメリカだと思ってる。嫌だよ。なんで？え、しないでしょ。だっていや、ハグぐらいはするでしょ。普通に断られてる。ハグぐらいはするもんじゃないの。しないでしょ、ね、マリアンでしょ。マリアンも嫌だよね。いや、マリアンはね、俺のこと好きだったからしてって言わせてくれた。何回も言うよね、それ。え、いや、マリアンだって俺のこと好きだったから。過去の話をさ、持ち出すよね。いや、でも好きだったから元彼と思えば手とか繋げるんじゃないの。元彼。いや、元彼と思えば違う。ハグとかできるよ。歌わないやん。歌えって言われてるよ。いやー、まだいいでしょう。お母さんがいるよ。で、誘えて言われて来ていいってだから。で、誘うんじゃなくて勝手に来る枠だから。これ自分が志願して行きますっていうことだから。誰に来てほしい。いや、誰でもいいね。女、まあ女の子だったら女の子の方がいいかな。まあ、男でもいいけど。いや、盛り上がってるよ。盛り上がってる。盛り上がってはいないよ。いや、相当盛り上がってるね、今。いや、盛り上がってるよ。酒飲みたいな。飲んじゃおうかな、一杯。何で？もう酒飲みたいね。メニューそっちにある。これ何言ったの？電話？うん、レモンのやつで。いる？うん、いる。いいじゃん。なんでこっちに近づいてる？え、なんだ、ダメなの。いや、太ったから映りたくないんだもん。だってあんまり可愛いよ。いや、太ったんだもん、ほんとに。なんで？ちょっとぐらい太った方が可愛いになって。いやだよ。なんで？かわいい。いや、たとえ太っても好きだよ。太っても。うん、ありがとう。どんなにお寿司が太ったのも好きだよ。ありがとう。太ったんで、本当にめっちゃ言われるもん。あ、女の子来るかも。お、太ったコメに聞いてた。いや、マジで太った。私5キロ太ったからね。いや、わかんないんだけど、見てて。49だったのが今55キロだよ。黒だと思ってたよ。え、君二人は帰っちゃうの？え、終電で帰る。枝豆が待ってる。俺一人なのじゃあ。女の子来るんじゃないの？女の子来るけど。これワイワイした方が楽しいよ。ワイワイ。ワイワイした方がいいじゃん。だってあ、ちゃんと大丈夫だよ。安心して、お金1円もいらないから。
朝の5時まで俺が全部金出してあるから子は大丈夫ですよ、安心してください。だから朝まで行ってもいいんですよ2人とも。いや、枝豆ちゃん頑張って。なんです、枝豆ちゃんにしてに、なんか俺と一緒にいるのが嫌とかじゃない。枝豆ちゃんの命が大切で、もうさ、まだ立ち見仕入れてないの、これ嘘でしょ。あ、仕入れてる、これなんでこれバグってこれ充実されないの、自動更新されないの、わかんない、なんかバグってされないの、立ち見仕入れてんの。黒い木はね、いいんだよ、黒い木は。2人はあの買えるらしいんで、まあ、しょうがないです。でこれさ、誰が帰ってさ、他の人が来たらさ、その人対応にならないのかね。どうなの、入れ替わりで入ってきて、その人がじゃあ朝まで入れたらその料金で入れないのかな。まあいいけど、ケチすぎて、俺ケチじゃないよね。ケチじゃないでしょ、うん、ケチじゃないでしょ俺。え、何？いや、ケチじゃない、うん、ケチじゃないよね。マリニャンこっち来た、うん、いやいや、求められてないから。いや、求められてるよ、マリニャン。いや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 、求められてる。え、今どんどん映りになってる、うん、なんかね、ん、微妙な、あ、これ一人しか映ってないの。そう、若干肩が映ってる、ここの位置ね。マリニャンを出せって書いてあるんだよ。歌ったらかそるでしょ、だって、うん、歌ったらさ、ってさ、みんな人いなくなるもん、俺が歌ったら。ちょ、ほんと誰か来て、マジで。もう誰か来て。だってこんな人気なの。またみんな好きなんじゃない。